甲子焼祭りは、静岡県富士市の富士本町通りで、毎年10月第3土曜日、日曜日に開催される祭りである。甲子神社は、富士本町通りの西浦通りに鎮座する。明治42年に富士駅が開業、駅前商店街が発展したことに伴い、守護神を求める機運が高まる。大正13年甲子の年、村の御市を代表として、 出雲大社に参拝、大国主名の分令を迎え、大正15年に、孔子神社が建立された。富士本町通りで行われるお祭りは、現在も夏に、富士町区付近で行われている、講子祭と合わせて開催されていた。しかし、近年の商店街の空洞化、近隣地区の夏のイベント方により、人手の減少が顕著となり、年を追うごとに開催規模が縮小されていた。 そんな中、駅前商店街である本町通りを抱える、富士本町区を中心に、町と祭りの最高を思う声が高まり、近隣町と協議を重ね、2015年10月、孔子焼祭りが初開催された。孔子焼祭りは新しいお祭りであるが、本町通りで行われていた、孔子祭の歴史は古く、大正15年の孔子神社根流を機に、本格的な屋台を作り、 本町、中町と共同で引き回したことが始まりとされている。戦争のため昭和17年よりしばらく中断されたが戦後間もない昭和26年には豪華な彫り物を飾り付けた屋台を新調するなど盛大に再発足している。現在は富士町区を中心に行われる甲子祭、富士本町区を中心に行われる甲子秋祭りと 形は変わったが、宇治港を中心に、伝統、文化を守り続けている。屋台の上で奏でられる、講子林は、鹿島村青年団が、伊勢神宮、神奈目祭りの時に生やしたのが発祥と伝わる。太鼓の曲は、小田原林が元で、大正の時代に、富士宮の太鼓が交わり、現在の富士講子林が誕生した。王道、金道、笛、金で演奏され、 曲目は、主に神事や、お祭りの開始で叩かれる、ゆっくりとした曲調の、囲まる、優雅な曲調で、屋台の引き回しと同調する、やったい林、激しい曲調で祭りを盛り上げる、バカ林、王道と勤道だけで叩かれる、締め太鼓の五段返しがある。ありがとうございます。